ヤスの友達もうなけバックレダイズがいて、この間会ったけどヤスに紹介されて、バックレダイを100万円払わないで逃げてって会いに来てさ、すっげえ心が悪いんですよ。会った時はペコペコだけど、すげえ心がテレパシーが悪いんですよね。でヤスにも言ったけど、でも別に取るんじゃなくて貸してくれって言って、でバックレ代とかもう払ってないんだからって言ったら、すげえ大変な問題になってるってヤスに言われたんですよね。そんなこと言ってね、もう銀座で大変な問題になってるからね、ケニーとか言って言われて、ケイゴさんって言われたんだけど、ヤスの親父とかはテレパシーで、いや、お母さんも、いや、そいつが悪いっていうのは、もうケイゴさんが本当は、ね、あいつが悪いって、ね、言ってくれてるし、ね、俺も本当は分かってるって、ヤスはテレパシーは言ってたけど、会うと全然違うんですよ、ヤスはさ。ね、もうすげえそれ言ってても会ったらもう大変な問題になってるからねとか言って、兄貴もなんか兄貴の周りとかもすげえ怒ってるとか言って、もう大変なんですよとか、それで、まあ、それで追い出されたんだけど、お金のこともあってね、返せないんだったなって思って、それヤスの友達うなぎ入れる時、まあ、30人ちょっとぐらいいて、35、6人はいたと思うんだけど、まあ、入れてくださいと、まあ、それが殺された関東連の金村の後輩だったんでね、金村君のね、でジャックスっていうチームだったんだけど、そこから移りたいっていうことで来て、で金村君と慶吾君って、慶吾君の1個ですかとかってみんな言ってきて、いや俺1個下だよって、いやマジっすかとかってなってさ、1個下が